はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、まあ、ちょっと軽くお話ししていこうかなと思うんですけれども、えー、今回ね、まあ、メンテにて、まぁ、あ、明日からクラちゃんが始まるんですけれども、はい、ここですね。えー、今回の変更点として、えー、クラブチャンピオンシップコイン交換所に限定アイテムを追加しますということで、まあ、いつもだったらね、500コイン、えー、貯めないと交換できないグレード85以上ガチャ券が250枚で交換ができますよ、というところでね、 はい、ここをね、今日ちょっとお話ししていこうと思うんですけれども、まあ、特に初心者の人ってなかなか500の時っていうのは、なかなか集めれないと思うんですよ、コインね。250だったらワンチャンあるんじゃないかというところで、まあ、実際これが現実的かどうかなの、どうなのかっていうところをね、ちょっとお話ししていきたいと思います。まあね、えー、これ初心者目線でお話しすると、なかなかクラチャンで勝つのって結構大変だったりしますよね。 ってなると、まあ、クラちゃんって勝てば8コイン、負ければ3コイン、ええー、もらえるようになってるんですけれども、まあ、最悪全試合負けたとしても、 まあ、3パ二24ぐらいなんで、まあ、80試合ぐらいあれば、まあ、届くんですけれども、まあ、ただ80試合なかなか食らっちゃえるっていうのも、初心者には結構酷な話なので、まあ、いろいろね、まあ、コインもらえるタイミングとかあるし、まあ、すでに自分が持ってるコインとかがあればね、まあ、それを活かして交換してほしいんですけれども、まあ、なかなかコインがね、持ち越してないっていう人もいると思うんですよね。もうすでに交換しちゃったよとかね。 まあそういう人もいると思うので、まあ今回貯めるにあたって、まあちょっと助言と言いますか、まあそういったものもちょっとできればなと思うので、よろしくお願いします。はい。ということで、えー、クラちゃんのお話に入っていくんですけれども、まあこのさっき言った通りね、この250コインって意外とまあ初心者からしたら結構大変だよねっていうね、話なんですよね。まあ単純に80試合、全部負けたとして80試合なんですけど、まあこれが最低だと思うんですけど、ライン的にはね。 ってなると、これ5日間なんでね、だいたいまあ15試合ぐらいしないといけなくなるってなると、結構厳しいんですけれども、まあこれをそもそも無理やりでまあそうやってね、あの、初心者の人でも、まあこなして取った方がいいのかっていう結論から申し上げると、まあ取れるならやっぱ取った方がいいんですよね、85件ってね。まあこれなんでかっていうと、別にこの85件から当たりを引けるか云々ぬんとかではなくて、まあそれもね、引けたら美味しいですけど、 仮に引けなくてもトレードコインとかに変換するときのコイン量2000というのは結構でかいんですよね、やっぱね。まあ、特に最初のうちっていうのは、まあなるべくね、未算外多く取って、ね、育成に活かしたいってなってる中で、まあこういったところの追加の85件とかをうまく拾っていかないとなかなかね、足りなかったりします。なので、まあここはできるだけね、拾ってほしいんですけれども、 まあそのクラちゃんのコイン、まあ単純にその1日15試合っていうのは結構ハードル高くて、多分ね自然回復で回れるかって言われると結構みっちりやって、うーん、どうかなっていうところですかね。多分回復使わないとできない勝ったりもするんじゃないかなと思うんですよね。で、なんせね、毎試合負けてるとストレスが溜まるということで、まあなかなかね、大変だと思うんですけれども、 まあ、クラチャンコインね、あと、もらえる方法としては、まあ、このクラチャンの後にね、J リーグというのがあるので、まあ、それの、えー、代表者の順位によって報酬がもらえるんですけれども、まあ、それを例えば、まあ、J1 の上位チーム、まあ、大体川崎とかあそこら辺が多分強いと思うので、まあ、そこら辺のチームで出て、なるべくコインを多くもらうとか、まあ、そういった方法もあるし、まあ、いろいろね、そういった方法を駆使しながら、 まあ、なるべく250枚を貯めるというのがね、今回皆さんのまあ目的となっていくと思うので、まあ、なるべくね、まあ、いつもだったら違うところで出てる人でも、まあ、コイン目当てで、まあ、そういう上位クラブに出るというね、作戦をとってもありだと思うし、まあ、さっき言った通りね、80試合あるんですけれども、地道に、まあ、試合をやって、まあ、放置、放置気味でもね、いいので、そんな毎回毎回試合見てたら腹立つと思うので、 うんまあ、僕もね初心者だったことあるんです初心まあ当然ね僕もねすごく初心者だった時期あるんですけどクラちゃんを積極的にやってたかって言ったら正直こういうなんていうかなコイン割引とかもなかったし当時はねまああんまりやんなかったですけど正直ねまあこれね85件ここで取れるか取れないかってなると、まあ、取れまあ確かにね僕が初心者だった時もまあ同じ立場にやらされたらまあ今初心者アカウントとか作ってますけどあっちでもね、まあ、取りにはいきますし というところもあるので、まあできればね、やっぱ今の初心者、今から始めた人からしたら、ここはやっぱ取ってほしいなという気持ちがあるので、まあいろいろそういったね、まあちょっと理不尽なところあると思うんですけれども、まあなんか放置気味にやったりとかね、なんかのついでにとりあえず試合に入っと、入っとくとかね。まあそういった方法でなんとかね、消化して、まあコインをね、ぜひ,、えー、ぜひ250枚貯めてほしいなと思います。まあ、そうね。まあ、なかなかね。 <laughs> 初心者の気持ちは僕もまあ一応ね僕も通ってきた道なんで分かりますけどまあクラちゃんやりたくないですよね最初のうちはねある程度勝てないとつまんないですからねはいまあ僕特に負けず嫌いなとこあるんではい嫌ですけど <laughs> 僕だったら本当は嫌なんですけどまあ割り切ってやるしかないのかなというところでまあ皆さんねしっかりと普段やらない方でもまあこういうねまあちょこちょこ最近来てますね うん。コイン250になったりとかね。まあ、こういう時だけでもいいので、まあ、こういう時はね、ぜひね、頑張ってほしいなと思うし、まあ、なんなら普段からね、こういう時にた、まあ、金、なんていうかな、備えて、まあ、コインを使わずに貯めとくっていうのもありだしね。うん。まあ、いろいろね、そういった戦略を練ってね、皆さん個人でね、まあ、250枚はね、ぜひね。 なんとかゲットして頑張ってほしいなと思います。まあ、つまりね、まあ、このコイン、まあ、250枚というのはね、結構大変ですけど、まあ、獲得する価値はあると思います。だから、こういうとこ拾っていかないとね、あの、まあ、未参とかを交換するコイン足りなかったりとかもすると思うので、まあ、ぜひね、まあ、J クラ、こういったね、あの、イベント、まあ、同じイベントでもね、毎月毎月、まあ、例えばなんか特別な、えまあ、コインイベントが絡んだりとかもあるし、まあ、こういうね、ちょっと割引で交換させてくれたりとかもあるし、 というところも踏まえて、まあ、こういったね、あのー、まあ、イベントが良化するというか、まあ、良くなる、うん、こともあるので、まあ、良くなった時はね、ぜひ皆さんもね、まあ、それに踏まえて備えておくのもいいけども、まあ、備えておくのもいいし、まあ、しっかりとね、ここは取り切れるように、ぜひね、頑張ってほしいなと思います。はい。ということで、明日からね、まあ、クラちゃんが5日間始まりますが、まあ、皆さんね、 まあ、ここをとりあえず目指して、まあ、普段やらない方もね、ぜひ頑張って撮ってみてほしいなと思います。まあ、こういうののね、一つ一つの積み重ねがだいぶ差になってきたりもするので、まあ、ぜひね、あのー、まあ、ユーザーいろいろな立場あると思いますが、ぜひね、頑張ってほしいなと思います。まあ、僕も当然撮ります。はい。まあ、僕も結構厳しいんですけどね、バームもないしね、うん。まあ、次のイベントとか走る予定ないんで、あんまり、まあ、バーム補充とかも考えてないですけど、 ま、2月の末はね、ちょっと頑張ろうかなと思うんで、今ね、ガチャ券貯めたりとかしてますけど、ま、あ、これがね、生きてくるといいんですけどね。はい。ということで、えー、皆さんぜひね、明日からおののね、目標を持ってね、クラちゃん頑張ってほしいなと思います。まあ、またね、クラちゃんだけではなくて、旗集めもありますので、ま、あ、このクラちゃんね、旗集めの、えー、まあ、足しにもなるのでね、まあ、そういう意味も踏まえてぜひね、まあ、消化の方頑張ってほしいなと思います。では、えー、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。